今から宇宙航空システム工学科の授業で空港キャンパスの方に行きたいと思います。訓練機とかいろいろ見ることができると思うので、楽しみに行きたいと思います。では行きましょう。あと熊本空港の、国際線を抜けたところになります。で今からですね、空港キャンパスの方に向かうところになります。はい、空港キャンパスの方に到着しました。アルコール消毒も終了しましたか？大丈夫、はい、体調悪い人はいませんか？中学専攻の学生の皆さんが今から格納庫見学だそうです。こんな感じです。めっちゃいっぱいある。なんだ、1,2,3,10 台ぐらいある。今は練習で乗ったりしてるんですか？そうですね、今日も乗ってきました。乗すと、今度は後ろが上がって下の方向に落ちていく。今ですね、運行管理室というところに、やってきました。すごく、眺めのいい部屋で、滑走路が目の前にあって、ちょうど今飛んでないですけど、飛行機が飛ぶところが見えるみたいです。パイロットが、実際に行っているアルコール検査ですね、それを今体験で、やらせていただくことになったので、やってみたいと思います。はい、 OK でした。はい、はい、いろいろと仕事を考える中でね、結構空港にはまだ皆さんが知らない中でいろいろとやりがいがあってね、面白い仕事があります。なんかシステムの3年生の今からですね、飛行機のシミュレーションが体験できるということなので、実際に体験してみたいと思います。オーディオの結構ね、リアルだと思うよ。はい、よし、ちょっと